ティモシート・トレッドウェル、1957年4月29日から2003年10月5日は、アメリカの熊愛好家、環境保護主義者、自然主義者、ドキュメンタリー映画制作者、クマ保護団体、グリズリー・ピープルの創始者である。彼は、アラスカ州、カトマイ国立公園で13年にわたって、夏を灰色マと共に過ごした。 しかし13年目となる2003年10月5日、恋人のエイミー・ヒューグナードと共にヒグマにほぼ完全に捕食された。トレッドウェルの生涯や作品、そしてその死は、ベルナー・ヘルゾーク監督のドキュメンタリー映画、グリズリーマンによりように知られた。ニューヨーク州ロングアイランドで、バルデクスター、キャロルデクスター夫婦の5人の子供の一人として生まれた。コネチカット高校に通い、 そこで GPA 評価の B 等級を獲得し、水泳チームでは潜水のスター選手だった。また動物が非常に好きでウィリーという名前のリスを飼っていた。映画グリズリーマンのインタビューにて彼の両親は大学に行くまでは普通の青年であったと証言している。大学で彼は自分がオーストラリアで生まれたイギリス人孤児であると主張した。映画の中で父親は コメディドラマ、チアーズで、ウディ・ハレルソンが演じたウッディ・ボイド役を逃して、以降、螺旋を描いて、落ちるように、アルコール依存症になったと証言している。その後クマにより殺害されるまでの13年間にわたり、下記にハイログマを研究した。彼の著書、アマング・グリツリーズ、リビング・ウィズ・ワイルド・ベアーズ・イン・アラスカによると、彼の熊保護活動は1980年代後期。 ヘロインの過剰摂取から生還した後に始まった。この本の中で薬物中毒のおかげでアルコール中毒から抜け出せたと主張している。子供の頃から動物好きだった彼は親友の説得もあり、熊を見るためアラスカへ旅立った。前述の本で野生の熊との初めての遭遇で人生をかけた仕事というものを見つけ、そして今まさに自分の運命が熊たちと絡み合った。 ことを知ったと書いている。彼は薬物中毒とアルコール中毒からの回復は完全な熊との結びつきによるものだと考えていた。灰色熊の聖域から灰色熊の迷路までトレッドウェルはカトマイ国立公園園岸域のハローンに面したビッググリーンと地元で呼ばれるイトランが吐いた開けた場所にキャンプして初夏を過ごした。彼は この場所を灰色熊の聖域と呼んでいる。彼は観察対象の熊に非常に接近することで知られており、時には熊の体に触れたり、小熊と遊ぶことすらあった。しかし、前述の辞書において彼はいつも熊に注意して行動しており、この行為は動物とお互いの信頼と尊重を育むものであると主張していた。また遭遇した熊を名付け、 毎回一貫して同じクマを観察することにより、彼らとの永続的な関係を築いていると主張した。これに対し、アメリカ地質調査所アラスカ科学センターの生態研究学者であるトム・スミスは、トレッドウェルはクマとの距離、野生生物への嫌がらせ、自然のプロセスを妨害するという点で、あらゆる公園のルールを破っていた。 彼の個人的な使命は公園のサービスと矛盾していた。彼は何度も警告を受けていた。と証言をしている。またトレッドウェルの死に関して彼の死は悲劇だが容易に想像できたことだ。と今しめた。2001年からトレッドウェルはテレビ出演と環境団体活動による大々的なメディア露出によって著名となり、環境活動家として 頻繁に公の場に姿を見せるようになった。彼は、クマについての学童教育を施すために、アメリカ合衆国中を訪問した。また、自身の体験を討論するために、ディスカバリーチャンネル、レートショーウィズ、デイビッド・レターマン、デートライン NBC に出演した。そして、アラスカ半島における冒険を記した、アマング・グリズリーズ、リビング・ウィズ・ワイルド・ベアーズ・イン・アラスカを、 20年来の同僚であったジュエル・パロバックとの協調で出版している。また、トレッドウェルとパロバックは、熊の保護、生息地保全団体である、グリズリー・ピープルを設立した。熊を研究し、熊を育て、ロシアのカムチャッカで10年間熊と暮らした、研究家のチャーリー・ラッセルは、トレッドウェルと共同で仕事をしていたが、ラッセルは、トレッドウェルが、 ペッパースプレーや電気柵などの基本的な安全対策を怠っていたことを批判している。またトレッドウェルの死について、アラスカ州民の標準的な反応について、他の人がそうであるように、ティモシーが13年間をクマを殺し他人を案内することに費やしたならば、アラスカにおいて彼は大きな賞賛と共に記憶に残っただろうというコメントを残している。ラッセルは映画 グリズリーマンについても、批判的で不正確だと述べ、もし、パロバックが本当に熊を保護していたのなら、熊に同情的な映画監督を探すべきだったと述べている。グリズリーピープルによると、トレッドウェルの死後すぐに異頭等の熊が密猟されたが、彼がカトマイにいる間には一度もそういう事例はなかったという。しかしアンカレッジデリーニュースが報じた法定記録によると、 有罪の当事者は、国立公園に隣接する狩猟が可能な地域である、保護区内のハネルクリーク添いで野生動物を密漁した罪で起訴された。ニック・ジャンスの著書、ザグリズリー・メイズなどいくつかの資料によると、トレッドウェルはカトマイ国立公園の沿岸、ハローワン、カフリアワン、またはその周辺で、キャンプするのみだったという。なお、カトマイ国立公園の全域は1 6六千。 平方キロメートルであり、そこをパトロールする唯一の効果的な手段は、アメリカ合衆国国立公園局が運用している、飛行機である。トレットウェルがグリズリーと過ごした、数年間、混乱がなかったわけではない。ほとんど最初期から、アメリカ合衆国国立公園局は彼らの行動に、懸念を表明していた。それによる公園の制限により、トレットウェルはますます怒りを募らせていった。 公園局で保管されているトレッドウェルの資料によると1994年から2003年までに少なくとも6つの違反をパークレンジャーは報告している。その内容は無免許で観光客を案内したパークサービスの7日間の制限時間を超えて同じエリアでキャンプをした不適切な食料の保管、野生動物への嫌がらせ、訪問者やガイドとの衝突などである。 トレットウェルはまた、キャンプ周辺に、電気柵を設置することを拒否したり、熊よけスプレーを携帯して抑止力として使用することを拒否したりして、当局を苛立たせたが、その実、彼自身は熊よけスプレーを所持したことがあり、少なくとも一度は使用したことがある。しかし、それが熊に生じさせた痛みにひどい悲しみを感じていた、と書いており、それ以降の使用を拒否している。 1998年、トレッドウェルはテントの中に食べ物の入った氷箱を保管していたとして、レンジャーから警告を受けた。別の事件では禁止されている蛍光発電機の撤去を命じたこともあった。公園局は、トレッドウェルの行動に対し、半径1マイルドを1地域7日間に限られた宿営という新しいルール、トレッドウェルルールを策定した。当初、 トレッドウェルは小型モーターボートを使ってキャンプを海岸の上下に移動させるという命令に従った。この方法が実用的ではないことを悟った。トレッドウェルは後にパークサービスからキャンプを茂った子立ちの中に隠すようになった。彼はこの違反で少なくとも一度は警告を受けた。2003年10月、トレッドウェルは恋人の医師助手エーミー・ヒューグナードと共に コデヤック島からシェリコフ海峡を挟んだアラスカ半島にあるカトマイ国立公園を訪れた。ベルナー・ヘルツォークはグリズリーマンでトレッドウェルの日記によるとヒュグナードワクマを恐れクマの存在を非常に不快に感じていたと述べている。トレッドウェルは秋にグリズリーがよく餌を食べる酒の小川の近くにキャンプ場を選んだ。彼が公園にいたのは例年よりも遅く、 熊が冬になる前にできるだけ多くの死亡を蓄えようとする時期であった。その秋には食料が不足していたため、クリズリーベアは比較的攻撃的になっていた。トレッドウェルは例年の時期に公園を出る予定だったが、お気に入りのメスのヒグマを見つけるために滞在を一週間延長した。トレッドウェルは私は現代文明が嫌いで人間の周りの大都市にいるよりも、 自然の中でクマと一緒にいる方が心よい。と言っていた。しかしこの時点で夏の間に慣れ親しんだクマはすでに冬眠に入り、公園の他の場所からトレットウェルの知らないクマが移動してきていた。亡くなる数時間前にトレットウェルが撮影した最後の映像の中には死んだ裾の一切れを求めて何度も川に飛び込んでいくクマの映像が含まれていた。トレットウェルはその映像の中で その特定の熊の周りでは全く心安く感じなかったと述べている。グリズリーマンの中でヘルツオークはトレッドウェルが自分を殺した熊を撮影した可能性を示唆している。襲撃現場の図、遺品と遺体、熊の跡を表示している。程度に誤りがある、統計ではなく整形。 北緯58度14分50.63秒整形154度15分24.68秒北緯58.2473972度整形154.2568556度58.2473972-154.256855610月5日の正午頃にトレッドウェルは衛星電話でカリフォルニア州マリブの友人と会話した 翌日の10月6日、コディアック島のエアタクシーパイロット、ウィリー・フルトンは、トレットウェルとヒューグナードの送迎のために、彼らのキャンプ地に到着したが、熊がいた以外は何もなく、地元の公園管理者に連絡した。調査の結果、2人のバラバラになった遺体が発見された。トレットウェルの頭部、 背骨の一部、腕時計をつけたままの右前腕と手は、キャンプから少し離れたところで発見された。ヒュグナードの遺体の断片は、破れて崩れたテントの横で発見され、部分的に小枝と土の束に埋まっていた。キャンプ地にいた一頭の大きなオスのハイログマは二人の、遺体を取り戻すためにパークレンジャーによって射殺された。 二頭目の思春期のクマもまたしばらくしてからパークレンジャーに突撃して殺された。ベア141の現場での冒険では指や手足などの人間の体の一部が発見された。若いクマはそれが餌死する前に他の動物によって食い尽くされた。カトマイ国立公園85年の歴史上においてこれが初めて認知されたクマによる殺人だった。現場で ビデオカメラが発見され、攻撃中に作動していたことが証明されたが、警察の発表によると、6分間のテープには、ヒグマがトレッドウェルを襲い殺害した時の声と、叫び声だけが記録されていたという。テープはトレッドウェルが襲われていると叫ぶところから始まる。テープには音だけが録音されていたことから、警察官はカメラがダッフルバッグに詰め込まれている間か。 夜の暗闇の中で攻撃が行われたのではないかと見ている。グリズリーマンで監督のヘルツオークはカメラのレンズキャップがつけっぱなしになっていたと主張し攻撃が起きた時にトレッドウェルとヒューグナードが別のビデオシーケンスの準備をしていたことを示唆している。カメラは攻撃の直前に電源が入っていたためおそらく音が鳴っていたと思われるがカメラは6分間の音声を記録しただけで テープが切れてしまった。しかし、これは、トレッドウェルへの熊の最初の攻撃と彼の断末魔の声、ヒュグナードが、トレッドウェルに死んだふりをするように言った後の熊の交代と、彼女が熊を攻撃した時の熊の交代、そして、トレッドウェルを連れ去って森の中に帰ってゆく熊を記録するのには十分な時間であった。ありがとうございます。